皆さんこんにちは、えりこです。この動画では上級レベルの漢字の読み方と使い方を練習していきます。今日の漢字はこれです。これとよく似てますので気をつけてくださいね。ではこの漢字の読み方を見ていきましょう。音読みはひょう、訓読みはただようです。意味を見ましょう。1番、水面や空中に浮かんで揺れ動く。2番目、匂いが風に運ばれたりして周りに満ちる。3番、ある雰囲気や気分がその周りに満ちる。4番、目的もなく歩き回る。5番、水や薬品などで白くするです。それでは例文を読んでいきましょう。1番、この部屋に花の香りが漂っている。2番、嵐で漂流してしまった船を見つけた。3番、いい雰囲気が漂うレストランはいつもお客さんでいっぱいだ。4番、瓶に入った手紙が海岸に漂着した。それではクイズです。漢字を読んでください。どうぞ。旅人たちは街を漂いながら写真を撮っていた。2番、服にコーヒーをこぼしたけれど漂白剤で白くすることができた。3番、漂流船が無人島あたりを漂白している。どうでしたか？皆さん、イメージはつかめましたか？読み方は漂、漂うですよ。それではまたオンラインレッスンでお会いしましょう。